これじゃあ伊藤です。今日のこの動画では、硬くなると首が短く見える。まあ実際にこう首を短くしてしまう筋肉っていうのをお話ししていこうと思います。今日注目するのは肩甲骨の周りの筋肉と首の周りの筋肉です。首が短くなる。そして首が短く見えるっていうことは、この周りの筋肉が縮むから、まあここがね、縮こまって見えるわけですよ。ではまず肩甲骨の筋肉から見ていこうと思います。まず最初は、これですね。これ僧帽筋です。 何で,でこれが首の長さを短くする要因になるかというとこれの役割を考えていくとシンプルだと思います僧帽筋の役割の一つは肩甲骨を居上させるものなんですね居上とは肩甲骨を上に上げる運動のことです肩をねすくめるような運動のことですねじゃあ僧帽筋が硬くなると、まあ、自然と肩甲骨を上に上げるような姿勢になってしまうわけ でですす硬くなると肩甲骨を上に上にげてしまうんですそうすると相対的に肩甲骨が上がるわけなんで頭と肩甲骨の距離っていうのは縮こまるわけですね実際にやってみたらわかりますよねこう肩をすくめると首の長さっていうのも短く見えます物理的にこの頸椎の距離が縮んだわけではないんですよだけどここの距離に対して 肩甲骨が上に上がるんだから、この分が極端に言うとマイナスになってしまうわけですね。で、結果的に首が短く見えてしまうんです。これがですね、僧帽筋がその首の短さの原因になり得る一つの筋肉なんですね。もちろん他にも原因はいっぱい考えられます。他にも例えば肩甲骨に付着をしてて、こう、肩甲骨を居上させるような筋肉とは何が挙げられるかというと、 この筋肉です。今、黄色で塗ったところですね。これは僧帽筋の奥にある筋肉です。今、黄色で塗ったところを肩甲虚筋と言います。肩甲虚筋ね。これ、肩甲骨に付着をして、頸椎にも付着をしています。これ、肩甲骨を居上させます。僧帽筋と同じですね。ここを上に上げるから、縮こまってしまうと、肩甲骨が上に上げられて、結果的に相対的に 首が短く見えてしまうんです、ね、そんで実際こういった僧帽筋とか健康虚筋に向けて筋膜リリースをするとここがまあ長く見えるようになることが非常に多いですもともと硬くなって上がってたものが自然な位置、まあ、元あった位置にこなんな感じでピンクで描いたところに戻っていくんでじゃあこの差額この差分の分だけ長く見えますよねと。 こう物理的に何センチも、あ、首が本当に伸びたというわけではありません。元々あった距離が、このね、頭と肩甲骨の距離が、筋肉が硬くなって縮こまりました。今、黄色、この距離になりました。それが元に戻ったので、あ、長く見えるようになりましたよねっていう感じ。 なんです。ちなみにこれ以外にもいろんな筋肉っていうのはこう絡まっていることはあり得ます。例えば、脊柱起立筋が硬いとか、他の筋肉も硬いっていうことはあり得るんですが、今日はね、えー、あくまで例、一例としていくつかの筋肉を上げていっています。この前半でお話ししたのは、僧帽筋と肩甲虚筋というやつです。これは肩甲骨を上に上げるから相対的に首が短く見えてしまいますよと。で、 肩甲骨の筋肉以外にももちろん、えー、縮こまることによって首が短く見えてしまうっていう可能性もあります。次はそのね、えー、首の筋肉を2つ見ていきましょう。1個目がこれですね。これを強さ乳突筋と言います。これ筋肉の名前が長いんで、ちょっと省略しますね。強さ乳突筋、強さ乳突と書いています。この筋肉なんですね。この筋肉ちょっと特殊なんですが、 これね、頭とか首の位置によって役割は首を屈曲させたり伸展させたりするんですねこう顎を引く運動の方もするし角度によったら伸展をさせるっていう結構面白いね、筋肉なんですよそんでこの強さ乳突筋っていうのは首の横側にひっついていますでこれ片側が収縮すると首の側屈という運動をするんですよ 側屈っていうのは首を横に傾ける運動のことです。そうなんですよ。片側が収縮したら、側屈、横に傾けるんです。じゃこれ、例えば、両方が収縮したらどうなるんだろうと。右も左も両方収縮したらどうなるんだと。まあ、一つの可能性としては、首を屈曲するであろうし、進展も、まあ、両方するであろうと。で、ここから僕の仮説なんですが、両方が収縮することによって、 形椎をこう湾曲、もっと湾曲させてしまう。縦への力が加わるので、なんでしょう。イメージで言ったら形椎を押し潰すようなイメージですよ。だけどそんな形椎骨をね、本当に押し潰してるわけではないんですが、垂直方向の力が加わることによって、ね、形椎っていうのはもともとカーブを描いてるねで、そのカーブがもっときつくなって、この距離が短くなる。そういう要因もあり得るんじゃないかと思っています。本当に潰すわけではないんですよ。だけどこう、イメージで言ったら、 空き感があります。上下の力が加わると、ここがまあ縮こまるっていう、そういうイメージね。実際に本当に潰れているわけではないんですが、そういう、えー、考え、そういったイメージの持ち方もできるんじゃないかと思っています。これが強差乳突筋です。そんで、もっとね、首の筋肉を見ていったら同じような理論が言えると考えられます。それが、ここの横にあるやつです。強差乳突筋っていうのは取り除いています。今黄色で書いたのを射角筋と言います。 斜角筋これ首の真横にありますこれ頸椎と肋骨をつないでいるんですねこの斜角筋の役割はさっき強差乳突筋で言った側屈っていう役割をやります首を片方に傾けるんですでもこれは片っぽが収縮した時の役割なんですじゃあ両方収縮した時っていうのはさっきの強差乳突筋と同じようなことが言えると考えています縦方向の力が加わるから結果的に、まあ、頸椎がこう ね、縮こまるような働きになるんじゃないかと感じています。それでもう一個役割がありまして、これは肋骨を上に上げる役割があるんです。これ、呼吸の役割で言ったら、吸気、息を吸う方です。吸気ね、吸う方の役割をします。肋骨を上に上げます。これは、僧帽筋とか肩甲虚筋の時と同じことが言えます。肋骨を上に上げちゃうんですね。 ここが慢性的に硬ければ自然と肋骨も上に上がってしまいます。はい、もともとこの位置にあった肋骨が例えば数センチでも、数センチでもいいからこんぐらいでも上に上がれば、例えば顎からこの肋骨の距離とか、まあ、例えば頭から肋骨の距離っていうのが短くなるわけです。 射角筋が硬くなると肋骨を上上に引き上げますこの状態がずっと続くと、それは相対的に首も短く見えてしまうわなっていう感じなんです。この首の長さっていうのは、見た目的にも結構気にする方は多いと思うんですね。そういったこう、神秘、見た目のことでも大事なんですが、肩が上がる、肋骨が上がってしまうと、首が短く見える。以外にも、ちょっとね、弊害が出ちゃうんですよ。ちょっと僧帽筋の図に戻りました。例えば、ね、 肩が上がった状態になったとしましょう。肩甲骨が上に上がっている状態だとしましょう。その時って、肩関節ってめちゃくちゃ動かしにくいんですよ。やってみてください。肩を上にすくませます。肩甲骨を上に上げます。その時に万歳しようとしてみてください。ものすごくやりにくいんですね。万歳以外にも、例えば、ね、腕をねじってみたり、肩をね、いろんな方向に上げようとしても、結構やりにくいんですね。 そうなんです肩甲骨が上に上がった状態って肩関節かなり動きにくいんですだからこういった今日お話しした筋肉が硬くなると肋骨上げたり肩甲骨を上げたりすることによって見た目的にあなんか短いわーって思う方もいるし動き的な意味でも肩の運動って結構制限されるのでこういった観点からもいろんな解剖学を見ると面白いんじゃないかと思います。 そして僕は東京に定期的に出張の施術に行っております。僕の解剖学の見方が面白くて、こういうことをもっと良くしたい、改善したい、施術を受けてみたいと興味がおありの方は、概要欄にホームページのリンクと、東京出張用の LINE 公式アカウントを貼っていますので、そちらからお問い合わせを申し込みください。もしよければこの動画は高評価、コメント、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。